バルター・ハルシュタインは、第三帝国、ドイツ連邦共和国の法学者、政治家、欧州経済共同体初代、欧州委員会委員長、欧州連合の父の一人として知られる、ドイツ西部のマインツで生まれた。ベルリン大学などで法学を学んで1925年に、博士号を取得した後、ベルリン大学女子を経て1926年に、 ベルリンのカイザービルヘルム研究所で外国司法や国際司法の研究員となり、1930年にロストック大学の教授、1941年にはフランクフルト大学の教授となった。この間、国家社会主義法律家連盟、国家社会主義国民福祉協会、国家社会主義ドイツ人教師連盟などの職能団体に加入していた。1938年に、 ローマで開かれたイタリアとの交渉会合にドイツ代表として出席した。第二次世界大戦中の1942年からはドイツ国防軍の予備役中尉としてフランス北部で第709不評師団に配属されたが1944年にシェルブールでアメリカ軍の捕虜となった。ハルシュタインはアメリカのミシシッピ州に設けられた捕虜収容所に送られたが 彼はここで、収容所大学を創設し、捕虜に対して法学を講義した。戦後の1946年に、ハルシュタインはドイツへ戻り、フランクフルト大学で学館に選ばれた。その前日、ルートビヒアハルトに、バイエルン州経済省事務次官就任を壊れたが、これを断っている。1948年には、 アメリカのジョージタウン大学の客員教授として招かれ、1年間国際関係論を抗議した。ドイツに帰国後は、西ドイツの国際連合教育科学文化機関加盟交渉に参加、さらに欧州石炭鉄鋼共同体加盟交渉の西ドイツ政府主席代表に選ばれた。経済省は、経済ではなく法学の専門家であるハルシュタインの任命に反対したが、 これは西ドイツ初代首相コンラート・アデナウアーの強い希望による人事だった。1950年8月、アデナウアー首相はハルシュタインを連邦首相フジム次官に指名し、シューマンプランの受け入れに関する交渉に当たらせた。翌年、ハルシュタインはアデナウアーの指名で外務次官に転じた。1954年にはアデナウアーと共に戦後最初の独仏首脳会談に、 望んでいる。1955年9月22日には、ハルシュタイン原則を発表し、ドイツ民主共和国を国家承認した国家との国交を断絶するという西ドイツの外交方針を規定した。ただし、同年に西ドイツと国交を回復し、東ドイツを派遣下に置くソビエト連邦は例外としていた。この方針は外務省政策局長、 ィルヘルム・グレイベの主張が強く反映されていた。当時の西ドイツはイスラエルとの和解や欧州、防衛共同体加盟交渉など多くの外交憲案を抱えており、実務を担当するハルシュタインはしばしば批判にさらされた。その後、ハルシュタインは1938年に作成した自身の書類をもとにローマ条約の作成にあたった。 その頃には新外相、ハインリ・ヒホン・ブレンターノとの確執で外交政策におけるハルシュタインの影響力は小さくなっていた。ブレンターノはハルシュタインを中米大使に左遷しようとしたが成功しなかった。そんな最中の1958年1月7日、EEG は初代委員長に条約締結の立役者であるハルシュタインを選出した。 1959年には EEG の共同市場創設や自由貿易を目指したハルシュタイン計画を発表している。ハルシュタインはヨーロッパ統合のさらなる進展を目指したが、フランス大統領のシャルルド・ゴールが国家主権を蝕む超国家主義的な決定に反対し、フランスの代表を送らない空席戦術で抗議したため、ハルシュタインは1967年7月に、 EEG 委員長辞任に,に追い込まれた。その後、ハルシュタインは西ドイツ政界に復帰し、1969年から1972年までドイツキリスト教民主同盟所属のドイツ連邦議会議員として活動した。1968年から1974年には国際ヨーロッパ運動の議長を務めた。1982年80歳で、 シュトットガルトで死去した。ハルシュタインは、その生涯において、欧州やアメリカのいくつかの大学から、名誉博士号を受けた。その中には、ハルシュタインが教弁を取ったジョージタウン大学のほか、ハンブルク大学、パドバ大学、コロンビア大学、ハーバード大学などがある。1961年には、ヨーロッパ連合運動への貢献を理由に、アーヘン氏からカール大帝賞を受賞した。 没後の1997年には、ベルリン大学に、バルター・ハルシュタイン欧州憲法研究所が設立された。アノニマス、アバウト在ー。ヨーロピアン・ユニオン、2021年7月21日、閲覧。エルンスト・クレー、ダス・パーシネン・リグシコン・ツームドリッテン・ライヒ。 ウェア・オー・アズ・フォア・ウントナーハ・ナウ・ハ・1945フィッシャー・タシャン・バッチ・バーラグツバイタ・オクッチ・リジャーとアウフラーゲフランクフルト2005 ISBN 978から3から596160488 S221 ザ・ヒルナチ・バックグラウンド・オブ・ワルター・ホルスタインファウンディング・プレジデント・オブ・ザ・ブリュッセル、e ・ EU ・コミッション2016年6月3日閲覧ありがとうございます